皆さん、こんにちは。ひとこです。ご視聴いただき、いつも本当にどうもありがとうございます。登録がまだの方は、ぜひ登録の方もよろしくお願いします。これからも応援してくださいね。セックスのことに戻るとね、知ってた？インターコースでこう、挿入するセックスのことを、PB セックスって言うんだって。PB?、うん、なんで ?P と V。B と B? A、B と B? それとも V って。V。V、PV。V。うん、なんでかって言ったら、P、ピーナス。V、ピーナス。バジャイナ。バジャイナ。バジャイナ。バギナ。PB セックスって言うらしいですよ。だから、セックスは、セックスって言ったら幅広いから、ジョーは入れないとセックスじゃないとかって言ってたけど、それは PB セックスのことで、だからどこまで体の関係っていうのを含むのかっていうな、そんな映画なんかどうでもいいんじゃない。まあ一般的には挿入したらもう完全にやってやった やったのやらないの、うん、ってことじゃん。で結局そこまでやってるから、例えばまあキスまでだよとかね、ちょっと胸もんちゃった、ね、ガサっちゃった、その辺までだったらまだそんなに大層。まあ私にしてみれば、例えば彼のお家に行って泊まったって言ったら、もうそれだけでもうセックスしてるのと同等な意味がありますので、これ全然ない。ただそれちゃんと証明できる、できないね。例えばさ、君が俺の友達とね、寝てますの彼女だと、まあ彼女じゃなくていいよ。まあ、B。B って何？ ABC って昔言いましたけど、ね、そういう体を触られたりまだキスだとかもはしたことあるけれど、ね。要するに挿入まではない。なら OK。ね、俺の彼女として OK。に、その後俺は彼女にできる。え、何？私はジョーの彼女で。彼女じゃない。まだ、俺ただ君が好きなだけで、うん、ね。君が、俺の友達、まあ、親友でいいや、親友の、うん、あ、彼女だったわけね。彼女じゃなくて、彼女は彼女だ、もう親友の友達、彼女は絶対に、まあ、ありえない。まあ、ジョーとしてはありえない、候補だから、もうそういう人は。いや、だから俺が言いたいのは、ね、挿入だよ、挿入された女なんて、ね、俺の友達がね、あいつの入った女、やだよ。え？そういうことだ。そうなの？俺はね。ね。だって親しい人間でさ、え、俺の知る、子が入った女？いや、もう絶対残るから、俺は残っちゃう。ああ、じゃあ、ある意味、独占欲が強いんだね。だから、それっぽで、考えた時に、ね、キスとか、触られたとか、ね、そこら辺までだったらいいよ。じゃあ、例えば、じゃあ私が、そのジョーの親友に、もう、え？をガタガタやってくる。別にさ、え、それでもいいの？それでも行かせてってもらう、もうすごい彼女が最高みたいにさ言ってた人だったら、だから別にさ、そんなにいい、そんなにあれじゃない、だから挿入されてる。あとじゃあ、ああ、じゃあお尻は、お尻もだから、お尻だ、もお尻だけってのはありえないからさ、お尻やってて前やってない、ありえないと思う。え、だから、そのね、前は、蝶のために取っとくみたいにさ、しといて。そんなのありえない。でも、ちょっとそれもさ、でも、やってることとしては、同じじゃん、うん、体の関係でしょ。俺は、うん、まあ、そういう女だったら、もしそれそうだったら、ね。だからね、でも、それで私はさ、もうな、言うだから、言うわけの蝶に、こうね、付き合うときに、私まで一緒じゃない。ね、だってやってないもん。嘘つけよ。でも、とかさ、ではやってても、処女じゃん。で、そういうのがバレちゃったら、ジョーはどう思う？でも、事実じゃん。私は処女なんだから。どこのこと？俺が言いたいこと分かってる？だから、でも、挿入してないっていうことよ。それを。挿入してなければ OK よ。あ、じゃあ、いいの？だけど、挿入一回でもしてたら、俺の親友とやってたら、うん、もう俺の彼女になることないわ。じゃあ、その違い何なの？ジョーにとって。不思議なのは、私はもう、そういうベッド上で、そうやって肌と肌が触れ合って裸でとか、そういう恥ずかしい。これがだから他人ね、知らない、よく知らない、ちょっと遠いやつとかの、あなたいいんだけど、
仲の一か親しい友達の、うん、のP入った女。でも P は要するにバジャイナに入ってないといけないわけ。とか普通に考えて、そこでなんでそういう特例なこと言ってんの。ありえないから。普通に前ね、後ろ入れてたら前の必ず入れてるから。え、でもアメリカだとよくアメリカのことなんか知ってるか話してねえんだ。でもそういうケースがアメリカ人なら付き合うわけねえから。でもそういうケースがあるわけよ。それでよくそういうので揉めるの。だから女性がね、処女ですって言っても、まあ基本的にね、うん、なんかあったら、うん、ね、要は親しい友達となんかあるような女は嫌ってことや。簡単に言えば、もっと簡単に言えばそういうこと。じゃあまあ親しい入れてようが、まあだからどうする入れる感じのあるやや。ああ、じゃあやっぱり挿入だけじゃなくても、やっぱりそういうちょっとでも肉体関係みたいなのがあるとやっぱりなってちょっとでもだよ、ちょっとでもっていうか、キスぐらいはいいよ。キスはいいの、うん、だからまあ基本的にはね、親友の、あの仲のいい友達の、なんかあった女、うん、っていうのは嫌だ、ね、だってその女がどうして俺の女になったのに。そしたらさ、その親友とも会うわけ。そう。嫌じゃん。親友との交換って壊れるからさ、うん。そんなで壊れるようなね、親友は俺の前にいないけど。だけど、嫌だよね。だから相手のこと、親友のこと思うとさ、俺はちょっと嫌だな、嫌だろうな、向こうあいつはって思っちゃうから、僕はそういう考えですよ。まあ皆さんまた違うね、考え方いろいろあるでしょうけど。僕は、嫌ですね。何も、そこに、ね。わざわざそんな親友の。そう、親友が好きだった女とか。でも近いからさ、結構いるよね。親友の友達とか。